2007年9月のリンクとオープンデータ2011年9月のリンクとオープンデータクラウドリンクとオープンデータは Web 上でコンピュータ処理に適したデータを公開共有するための技術の総称である従来の Web が HTML 文書間のハイパーリンクによる人間のための情報空間の構築を目的としてきたことに対応してリンクとオープンデータでは構造化されたデータ同士を リンクさせることでコンピュータが利用可能なデータのウェブの構築を目指しており、セマンティックウェブの形成に重要な技術となっている。現在のウェブは人間向けに記述された文書が膨大に蓄積された状態にあり、これらをコンピュータで自動処理するためには高度な自然言語処理技術や大規模な辞書を用いて文書の内容を理解させる必要がある。 このような知的処理に関する研究開発が進められる。一方で、Web 上の情報をよりコンピュータ向けに記述することで、自動処理を容易にする、セマンティックウェーブの構想が提唱され、注目を集めた。リンクとオープンデータは、セマンティックウェーブ分野で検討されてきた知識の構造化手法を既存の大規模データに適用し、コンピュータで処理可能なデータを普及させるための一連の、 技術並びに方法論の総称である。ティム・バーナーアズリーは、リンクとオープンデータに関する4つの原則を定義している。あらゆるデータの識別子として URI を使用する。識別子には HTTP、URI を使用し、参照やアクセスを可能にする。URI にアクセスされた際には、有用な情報を標準的なフォーマットで提供する。データには、 他の情報源における関連情報へのリンクを含め、ウェブ上の情報発見を支援する。ティム・バーナーズ・リー・オン・ザ・ネクスト・ウェブ・テッド2009におけるティム・バーナーズ・リーの講演。ありがとうございます。